立憲民主党有田芳生のお仲間、小又一平が事務所開き。本日、立憲民主党の有田生さんがツイッターにて、このように、お仲間の小又一平さんが事務所開きを行ったと明らかにいたしました。こちら、写真を見ますと、有田さん、銀鉢をつけてないように見えるんですけども、大丈夫なんでしょうか。また、この小又さんなんですが、 ツイッターを見ますと、ああやっぱり有田さんのお仲間なんだなという発言ばかりでございますので、皆様、選挙では立憲民主党には尾又一平さんには絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。